どうも、岡野ゼミナール、塾長の岡野と申します。今回はですね、林千佳先生のですね、教科書が教えない明治維新日露戦争大東亜戦争の裏側、こちらの解説になります。ではですね、ロスチャイルドが報じるユダヤ教とはですね、こちらが、ですね、次にユダヤ教について簡単にお話ししたいと思います。ユダヤ教の、旧約聖書に、申命記や、民数記などがありますが、私がこれから述べるような部分は、日本語訳の旧約聖書には明治以降ありません。しかし本来の旧約聖書には次のような節説があります。申命記第7章16節、汝らは主たる神々が汝らに与えた、諸民族を、滅亡させよ。諸民族に同情してはならないし、彼らの神々に仕えてはいけない。それらは汝らに仕掛けられた罠なのだから。ユダヤ民族以外の諸民族を滅亡させよというふうに書いてあります。第23章20節ですね。異邦人には利子を、貸してもいいが、イスラエル人には利子を貸してはならない。そうすれば汝らはらが得をする土地で、汝らが、らが、字が読めないな、ないないする、そうしての、財物に対して、神の、神の、なんて書いてんだこれ、祝福が与えられる。と、まあ、書いてるんですけれども。第28章1節。汝らが主たる神々に全身全霊で仕え、今日、世、モーゼが汝らに与える神すべての指令を、に、服従するならば、主たる神は地上のいかなる民族よりもはるか上位に汝らを、据えるであろう。すごいですね。であろうと。民数記第31章17節。さあ、すべての男児を殺せ。これは、多民族の男児を殺せということです。そして、男と寝たことがある女も殺せ。18節。しかし、男と寝た、なんて書いてんだ。男と寝た絨毯の、寝た、経験のない女は汝らのために生かしておけ。このようなことが旧約聖書に書かれているということは、明治以来日本人には伏せられているというのに、伏せられているというふうに、聞いております。要するに、我々日本人にとっての神の、概念、あるいは
キリスト教が本来普及させようとした人類の神、あまねくすべての神という概念にはユダヤ教にはないのです。ユダヤ民族の神とぶつかる、これを崇拝しない諸民族は殺してもいいというようなことが、孟明記や、民数記に書かれているということは知っておいた方がいいのではないでしょうか。はい、世界は一つ、マネー主義。さて、いよいよ日本の政治の話を語って、話題に移っていきます。まずこの世界は一つ、マネー主義という図をご覧ください。過去から、現在まで、そしてこれからの課題のすべてがこの図に集約されています。日本はアメリカと中共の間に位置しています。日本の政治が過去から戦後、そして現在どういうふうになっているかというと、新自由主義陣営の、特にアメリカと共産主義国、今は中共の真ん中にあって両方の草刈り場になっているんだという図です。青い矢印は中共の動きを記しています。まあこんな、感じなのでしょうか。はい、これがマネー主義ですね。ワンワールドオーダーですね。こんな感じですね。はい、こういう感じなんですね。はい、こんな感じでございました。はい、皆さんご存知のように、中共の浸透工作によって、日本の、土地が買われ、人が入り込み、マネーも怒涛のように入ってきて、尖閣が危ない、沖縄が危ない、北海道が危ないと言われています。ここ最近ようやく、警戒感が出てきたという状況です。赤い矢印はグローバリズムですね。ここですね。ここが日本ですからね。はい、こっちが中共の動き、こっちがワンワールドオーダーですね。まあロックフェラーだったりロスチャイルド系の動き。はい、系統的にはロスチャイルド系統だとかロックフェラー系統だとか、その他グローバルビジネス群ですけれども、ロックフェラー、これからがアメリカを、なんて書いてるのか、俺字が見えないな、自由にして日本を草を刈っているわけです。日本の安全保障はアメリカにおんぶに抱っこですから、まさにこの矢印草刈り
から逃れることはできなくなってしまいます。アメリカがはしごを外せば日本の安全保障がなくなるという状況ですから、ロックフェラーが前面に出て主導した、三国委員会であるとか、その後の構造協定、対日要望書、CSIS レポートか、それから新しい、年次報告書か、それから新しいところでは、トランプ元大統領と安倍元首相が組んだ、貿易協定などを通じて、日本の経済支配がなされているのです。トランプ氏が最初に、当選した時、ユダヤ大資本が表立って対応しており、ロスチャイルド系統も応援しているわけで、彼も日本で草を刈るという非常に、熱心でした。貿易協定もそうですし、例えば安倍元首相とトランプ大統領時代で日本の、防衛産業はズタズタになったと言われています。重要な部分、継続的な部分を日本への発注からアメリカ製品の購入に切り替えていったのです。現在日本の防衛産業は大変危機的な状況にありますが、そういう状況を作ったのもトランプ元大統領であるということは認識しておかなければなりません。この図に世界は一つ、マネー主義、経済は相互依存、ニューワールドオーダーと書いており、世界にはいろいろな問題が潜んでいます。世界は一つの右側に小さく国連と書いてありますが、国連はロスチャイルド・ロックフェラー系統が作った組織です。国連は反日の拠点にもなっていて、いろんな委員会において南京の問題、従軍慰安婦の問題で日本が叩かれているのは皆さんご存知の通りだと思います。経済は相互依存についてお話しすると、例えば医療品では、コロナ禍にいて日本は外国から、新型ワクチンを大量に購入しております。食料問題もあります。日本の食料自給率は徹底的に下げられており、しかも安全性に確たる保証がない遺伝子組み換え食品がかなり入り込んでいます。市場ペースを含んでみるとすでに4割以上を占められているのではないかという説もあります。エネルギーもほとんど海外に依存する体制になっており、日本独自のエネルギー体制を作ろうとした政治家は葬られています。それが脱炭素の問題です。地球温暖化ならぬ気候変動と言い換えられていますが、その主たる CO2 炭素であるという確たる証明を私は見たことがありません。それなのに脱炭素のために産業構造の大変革を迫られているのです。これらの問題はまさに世界は一つ、マネー主義構造の中でグローバリズムによって日本に押し付けられたものなのです。日本の政界を見てみますと、国会議員のほとんどは新グローバリズム、新アメリカ、そして新チャイナです。
政治家、国会議員の中にも出世する人間の多くは海外留学をしており、その時点で新グローバリズム、新アメリカになっていたり、ハニートラップとかマネーの罠にかかって親中になっていたりしています。あるいはこうした、構造自体が、こうした構造をよく理解してできていない議員もたくさんいます。本人たちが反日、本人たちが意識している、認識していないのは、濃淡はありますが、そうして日本の政治家は反日です。反日の国会議員が国家、国民を代表しているというわけです。そして国会は共産主義陣営の中の、中共とアメリカとの対立という構図の真ん中に置かれており、この対立があるからこそ日本は安保条約を外せないのです。この対立があるから防衛費を増やさなければなりません。しかも増やした防衛費のほとんどがアメリカから兵器を購入することに費やされています。また世界は一つ、マネー主義のもと、日本の上場企業の株主は従来の企業グループの持ち合いの、持ち合いのを解消されており、外国投資家の比率が増えています。安倍元首相の一番の成果は、在日中の8年弱で外国資本家への配当を増やしたことでしょう。実質所得以下、所得、実質所得低下、経済成長せずという中で、外国投資家への配当は劇的に増やしたのです。なぜこんなことをしたのかというと、まさにこの図の通りなのです。ワンワールドの中にあるということなのです。もう一つ、この図から、読み取れることは、米中の真ん中にあって日本らしさが消えつつあるということです。グローバルな資本主義は国境、民族、国、歴史、伝統を敵視しています。数千年、数万年の独自の歴史を持つ誇りある日本は、彼らにとっては目の上の炭鉱部のようなものでしょうから、そして彼らにとって最も使い勝手が良いのは低賃金労働力です。その中でも中共のストをしない膨大な労働力やウイグルの奴隷労働力が、最たるものでしょう。そういうことで彼らは世界中に何十億という民をこの構造自体に、立てつっかからない盲目的な、従順な地球市民に仕立て上げようとしているのです。首相の靖国参拝への批判や、ご高騰に対するさまざまな構成仕掛けなどなどに、見られます。日本人から日本人らしさをなくし、従順な地球市民にしていくという地球レベルの戦略が私たちにも適用されているのです。はい、それではですね、岡野ゼミナールでした。次の日本開国と国際金融資本、これはまた楽しみにしておいてください。やれやれですよ。